武将たちが生き残りをかけて熾烈な戦いを続けていた戦国の世。謀反や裏切りは当たり前の出来事でした。そんな時代に野心を胸に手を結んだ二人の武将がいました。尾張の織田信長、三河の徳川家康。若き日に同盟を結んだ信長と家康。しかし信長は家康に次々と厳しい試練を与えます。大きな犠牲を払ってまで信長に従うか悩む家康。その関係は相手に裏切られればたちまち窮地に陥るという不安定なものでした。近年発見された信長の書状には、家康を体たらくと罵倒する言葉が記されていました。崩れかける二人の絆。そこに最大の試練が訪れます。戦国最強の武田騎馬軍団が家康に迫ったのです。到底勝ち目のない敵を前に、家康は信長との絆に最後の希望を託します。信長は果たして家康に救いの手を差し伸べるのか、それとも見捨てるのか。その時歴史が動いた。今日は織田信長と徳川家康が同盟の危機に直面しながら強敵武田軍との決戦に挑む、その瞬間を描きます。愛知県の新城市に来ています。愛知県の東端、静岡県に隣接する市ですが、その新城市の私は設楽原というところに今立っております。まあ、ここはいわゆる長篠の戦いですね。長篠設楽原の戦いの戦場跡であります。王子はですね、私の立っておりますこの右手ですね、ここに武田軍が布陣しておりました。そして、それに対抗する、織田徳川連合軍が、私の左手ですね、今観光用に馬防柵も見えますけれども、に布陣していたという、今こういう位置関係でございます。今日のその時は、この戦いで、この武田軍が敗れた、天正3年、1575年の5月21日といたしました。今日の、この設楽原もですね、さっきからざーっと雨でございます。その雨足も強くなったり弱くなったり。この5月21日という日は、今の暦に直しますと、ちょうど梅雨時、雨季でございますから、王子もおそらく、こういう天気が続いていたんだろうな、というふうに思われます。さて、この戦いは、戦国時代のですね、その勢力地図を変えた戦いだったというふうに言われております。何せ、その戦国時代最強の騎馬軍団と言われた武田軍が敗れたからなんですね。勝った連合軍、この大勝利の陰にはですね、信長と、それから家康という、二人の大物の同盟に隠された、非常にその人間臭いドラマがあったのでございます。戦いは、実は徳川方がですね、武田側にこう攻め込まれたところから始まりました。私の右手の奥ですね、数キロ先に、徳川方の最前線とも言うべき、その徳川の領地の三河にある長篠城という城でございます。その城が武田1万5千の軍勢に囲まれたのでございます。この絶体絶命のピンチを家康は脱するためには、どうしても同盟をしている信長軍の援軍が必要であった。さあ、信長は本当に援軍を出すのか、そしてそれはその戦いに間に合うように出すのでありましょう。おそらく家康の胸はもうドキドキしていたと思いますね。二人は同盟を結んでいるとはいえですね、そこはその裏切りが常の戦国時代でございます。したがって二人はお互いにその虚偽を実実の駆け引きをしていたというふうに思われます。さあ、その駆け引きとはどういうものだったのかということをお伝えする今日の番組ですけれども、まずはこの信長と家康がどのようにして同盟を結んだのか、そのいきさつから話を起こしていくことにいたしましょう。16世紀半ば、戦乱の続く時代、織田氏は尾張の小大名でした。
一方、徳川氏の祖である三河の松平氏は、独立もままならない小勢力に過ぎませんでした。家康は8歳の時、隣接する大勢力今川氏の人質に出されます。若き日の家康は、今川氏の意向一つで、いつ処刑されてもおかしくない厳しい境遇に置かれていました。永禄3年、家康の運命を変える出来事が起こりました。桶狭間の戦いです。家康を人質にしていた今川の当主義元が、織田信長に討ち取られたのです。この出来事は、家康にとって独立する絶好の機会でした。家康は今川氏との縁を切って三河に戻り、一大名として統治を始めます。人質となって12年。信長が今川義元を討ち取ったおかげで、家康は独立を果たすことができたのです。ところが当時三河では、まだ若い家康に従おうとしない土豪も多く、強い後ろ盾がなければ国の統治がままならない状況でした。一方、今川義元を破り、一躍その武勇を天下に轟かせた信長は、その勢いを買って、都がある西に向けて勢力拡大を目論んでいました。その信長にとって、三河の家康は背後を固めるために味方につけたい大名となったのです。桶狭間の戦いの2年後の永禄5年、信長と家康との間に同盟が結ばれます。強い後ろ盾が欲しい家康と、背後の守りを固めようとする信長の、互いの思惑が一致して実現した同盟でした。この日、信長は、家康に自分の隣に座ることを許します。信長は自分より格下の家康を対等な同盟者として扱う姿勢を見せたのです。若い家康の心を捉える振る舞いでした。同盟締結後、背後を固めた信長は早速西への進出を図ります。永禄10年には美濃の斎藤氏を破り、本拠を岐阜に移します。明くる永禄11年、信長はついに京に進軍。全国の大名に先駆けて上洛を果たしました。信長は天下統一の大戦略を着々と進めていたのです。一方、この頃家康はようやく三河の地盤を固め、東の遠江への進出を図っていました。信長の後ろ盾を持つ家康が進行すると、遠江の武将たちは弱体化した今川氏を見限り、次々と家康に寝返りました。家康も信長との同盟関係を最大限に利用して、領土を拡大していきました。元亀元年、家康のもとに信長から使者がやってきます。信長に対し反抗的な態度を示した越前の朝倉氏を討つので、軍勢を出すようにとの命令でした。家康はこの時、遠江を平定したばかりで、まだその支配は盤石ではありませんでした。国元を離れれば、統治が揺らぐ恐れもありましたが、家康は信長の要請に応えます。家康は3000とも言われる軍勢を率いて信長軍に合流。この時、家康が出し得る精一杯の兵力でした。ところがこの時、思わぬ事態が起こります。信長と吉見を通じていたはずの浅井長政が、突如信長を裏切り朝倉氏と結んだのです。朝倉と浅井に挟まれれば、信長は逃げ道を失います。事態は急を要しました。信長は羽柴秀吉らの家臣たちに敵を食い止めるように命じ、自分はいち早く戦場を離脱します。
主君である自分が生き残りさえすれば再起は可能だという判断でした。この時、家康には事態が知らされず、徳川軍は戦場に取り残されました。家康は朝倉軍の追撃を必死に防ぎながら命からがら逃げ帰ります。信長の戦場離脱は、家康が万難を排して繰り出した軍勢に大きな犠牲を強いたのです。この事件の後、信長はすぐさま裏切った浅井、そして敵対する朝倉を討つべく準備を始めます。二ヶ月後、家康は再び信長から出陣を求められます。前回の戦いで信長に取り残され、痛手を受けたにもかかわらず、家康は再び出陣。信長との同盟を守るためでした。元亀元年6月28日。近江姉川で、織田徳川連合軍が浅井朝倉軍と戦闘を開始。姉川の合戦です。浅井軍の猛攻に劣勢を強いられる信長。しかし、先陣を買って出た家康が敵の横腹をついて応戦します。この家康の奇襲が功を奏して、姉川の戦いは信長と家康の大勝利に終わりました。戦いの後、信長は家康に言葉をかけました。今日の戦いは、ひとえに家康の計りごとゆえなり。家康の犠牲を覚悟の決死の戦いぶりは、信長の信頼を勝ち得たかに見えました。長篠・設楽原の戦い、その5年前のことでした。ゲストのご紹介です。静岡大学教授の小原哲夫さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小原さん、家康と信長が同盟を結んだ頃、はい、家康はまだ若ございましたので、その時に自分より年上で、わがままで切れやすいという信長はですね、付き合いやすい相手ではなかったじゃないですか、家康にとって。まあ、家康もやっぱり嫌だったと思いますね。本心はね、本当にもう信長の天下統一という、まあ、大きな野望のもとで、かなりこう家臣も無能だと思えばすぐ切り捨てちゃいますしね、まあ、ドライというか合理主義というか、かなりこの激しい人だったんで、まあ、その辺家康もちょっと同盟結ぶ相手としては辛いなという思いがあったと思いますよ。そうでしょうね。家康っていうのは直前まである意味じゃ人質、今川の人質だったわけですよね。そういう家康が自分でさらに大きくなっていくためにはどうしても後ろ盾が欲しい。でそういった時にこのあの義元を討った信長、それと手を結んでいるっていうか組んでいるっていうのは、これはかなり大きな宣伝効果なんですよね。信長の方も、やはりこれから西を目指そうという時に、まだですね、東には武田とか上杉とか北条とかすごい大名がいっぱいいるわけですよね。ですから自分が京都へ向かおうという時に後ろを突かれる恐れもあるし、そういうあれが両方メリットはあったと思います ね、まあ、今のお話のような経緯ですね。つまり当初は両者の利害が一致してですね、同盟というのが結ばれたわけですけども、しかし、まあ、やがてこの二人の前にはですね、その絆がを揺るがすようなですね、大変大きな脅威が現れるのでございます。姉川の戦いの後、家康は三河を出て遠江の浜松に城を移しました。主な家臣を引き連れ城を移したのは、新しい領地遠江の支配に力を入れるという家康の決意の表れでした。ところがこの頃、家康に大きな脅威が迫っていました。甲斐の武田信玄です。信玄は巧みな外交戦略と戦国最強と謳われた騎馬軍団を武器に領土拡大を進めていました。元亀2年には今川の領土駿河を攻略、
遠見に迫ります。その頃まだ弱小大名だった家康は、信長の後ろ盾なくしてこの武田信玄と正面から戦うことは不可能でした。しかし肝心の信長はこの頃信玄と吉見を通じていたのです。信長は信玄に次のような手紙を送っています。家康が信玄公に無礼を働いたら、私から忠告をいたし、これをやめさせましょう。この頃信長はまだ勢力を保っていた浅井朝倉や大阪の本願寺との戦いを抱え、反信長勢力結集の動きに対抗していました。その信長にとって強力な武田氏とこの時期に戦うことは得策ではなかったのです。信長は家康に使者を使わし忠告します。遠見には家臣を残して、家康殿は三河へ戻るのがよろしかろう。武田との無用な摩擦を避け一歩退けというのです。しかし家康は家臣を引き連れ浜松城に移り、遠見の経営に乗り出したばかりでした。今さら三河へ戻り、みすみす遠見を武田に奪われることはメンツを失う耐え難い事態でした。家康はこう言ったと伝えられています。浜松を立ち退くくらいなら刀を折って武士を捨てる。元亀3年10月、ついに武田信玄が甲斐を出発、遠見に迫りました。その数2万5千。これに対し家康の手勢は8千、到底勝ち目はありませんでした。やむなく家康は、一時は身を引けと言っていた信長に援軍を要請します。しかし、この時もまだ信長は各地で戦闘を抱え、家康に大軍勢を送ることは不可能でした。一方、武田が侵攻すれば背後をつかれます。家康との同盟をどうするべきか、信長は考えます。12月中旬、信長の援軍が浜松城の家康のもとに到着しました。しかし、その数はわずか3000。家康は動揺します。この時も信長の家康への指示は、信玄の挑発に乗らず、籠城戦で時間を稼げというものでした。12月22日、ついに武田信玄が浜松に現れます。ところが、浜松に現れた武田軍は思いがけない行動に出ました。浜松城の直前で進路を変えて、悠々と家康の目の前を通り過ぎていったのです。それは家康を無視するかのような振る舞いでした。これを見過ごしては居並ぶ重臣たちに面目が立ちません。家康は檄を飛ばします。我が国を踏み破って通る者を見過ごして出陣しないでおられようか。12月22日、家康は信長の援軍を合わせ1万1000の軍勢で出陣、武田軍を追います。三方ヶ原の戦いです。しかし戦いは一方的でした。家康がおびき出されるのを待ち構えていた2万5000の武田軍が家康軍を圧倒。家康はなすすべもなく敗れ去り、城に逃げ帰るのが精一杯でした。この家康の敗戦を信長はどう見ていたのか、それを示す新しい資料が近年発見されました。これは信長が三方ヶ原の戦いの1ヶ月後、家臣の戸田直頼に対して送った書状です。この度浜松をもて不慮の低たらくに候。今回の家康の行動は、
考えなしの体たらくである。信長は自分の大戦略を理解せず、信玄の挑発に乗って迂闊に兵を出し、大敗北を喫した家康を厳しく断罪したのです。家康は信長の信頼を失いかけていました。長篠設楽原の戦い、2年前のことでした。この三方ヶ原での大惨敗、ね、この戦いから家康が得た教訓というのは何だと。この時信長自体はまだ武田と雌雄を決する戦いをすべきではないと、そういう戦略を持っていたわけですけども、家康はそのことをちょっと理解してないんですよね、まだね。どちらかというとこう自分の領地を守る、あるいは、家臣たちのなんていうんですかね、家臣たちにとってのメンツといいましょうか、そういったもののためになんか飛び出していったという側面がありますから、自分中心の動きですよね。そのあたりを信長は、手いたらくっていうような形で、なんと枯れ弾みなことをやるんだというような形で怒ってると思うんですけどね。三方ヶ原で大惨敗を喫した家康であります。信長からはこの体たらくというふうに怒られました。しかしこの信長と家康の同盟はそのまま生きているわけですね。でその同盟をよそに、しかし武田軍はですね、次々とこの徳川の領土を犯してまいります。さあ、その三方ヶ原の失敗の教訓を生かせることができるのか家康。三方ヶ原の戦いから2年後の天正2年5月、再び武田軍が家康の領土に侵攻します。その数2万5千。武田軍を率いるのは病で没した信玄の息子勝頼でした。勝頼が攻めてきたのは遠江の高天神城、標高132メートルの山上に築かれた城で、高天神を制するは遠州を制すると言われる軍事上の拠点でした。高天神城を危うし、その知らせは浜松にいる家康のもとにもたらされました。この城を落とされると家康の遠江支配が危うくなります。しかし手勢は高天神城の兵力と合わせても1万、兵力差は三方ヶ原の戦いの時とほぼ同じでした。信長の援軍なく出ていけば再び大敗を喫することは明らかでした。家康は再び信長に援軍を要請します。しかし前回の失敗を踏まえ、今度は城を出ずに信長を待つ覚悟を固めます。しかし軍勢わずか2000の高天神城は武田軍の猛攻を受けます。やがて城は陥落寸前の危機に追い込まれていきました。6月5日、信長のもとに家康からの援軍要請の使者が到着します。知らせを聞いた信長はこう答えます。勝頼高天神攻めること、これ信長の願うところなり。この頃、近畿地方の支配をほぼ固めていた信長は、武田と雌雄を決する機会を伺っていました。武田が味方の領内に入った今こそ、その好機と捉えたのです。信長は遠征の間の守りを固める指示を出し、兵や武器を集め、打倒武田の万全の体制を整えます。そして、援軍要請の使者到着から9日経った6月14日、信長は2万の軍勢で家康の待つ遠江へ向け出発しました。一方、この頃、家康のもとには高天神城城主小笠原長忠から救援を請う使者がたびたび送られてきました。危機が迫る高天神城になぜ家康は出陣しないのかという訴えでした。
このまま落城すれば、家康は家臣の信用を失い、遠江を武田に奪われる恐れがありました。しかし、信長の援軍はまだ到着しません。それでも家康は今回は動きませんでした。そんな中、6月17日、ついに高天神城城主小笠原長忠は武田方の降伏勧告に応じます。長忠は言います。わずかな距離であるにもかかわらず、浜松の家康の援軍は到着しない。我々は今、その家康のために虚しく死ぬ時ではない。家康に対する家臣たちの不信感を残して、高天神城は武田の手に落ちました。ちょうど同じ日、信長の援軍が到着しました。しかし、わずかの差でそれは間に合わなかったのです。それでも家康は自ら信長を出迎えました。信長の援軍が遅れたことで高天神城を失い、部下の信頼も失った家康。しかし家康はその悔しさをお首にも出さず、信長に対し深々と頭を下げました。信長が同盟を守り出陣したことに、あえて感謝の意を表したのです。この時、信長が何を考えていたか、信長公記にはこう記されています。この度、ご合戦に及ばれざること、ご無念におぼしめされ候。信長は、家康の家臣が降伏し、武田を討つ好機を逃したことを無念に思ったというのです。大戦略を冷徹に推し進めようとする信長を信じ、援軍を待ち続けた家康。信長はその家康をねぎらうため、莫大な黄金を与えました。家康は一度は失いかけた信長の信頼を取り戻したのです。長篠・設楽原の戦いの1年前のことでした。この高天神城での家康の行動は三方ヶ原の時とは随分違っていました。まあ、やっぱりそれだけ家康成長したっていうことなんですよね。つまりだんだんこう信長の戦略そのものが見えてきた。自分の領土を守るとか、あるいはこう一つ城を取られて、家臣の信頼を失うとか、武将にとって自分のお城が一つ取られるっていうのはもう本当に辛いことなんですよね。ですけども、いろいろその、まあ、マイナス面はあるけれども、この信長と一緒にやはりこう天下統一を果たしたいんだという思いが、まあ、この数年の間に家康の中にまあ宿ってきたという感じですね。この信長家康の同盟ですけれども、その同盟締結当初はですね、まあ、ともかくですね、でもこの頃になってくると、まあ、家康にとってはどうもこの同盟期待外れだなというのを思っていたかもしれない。つまり三方ヶ原では、まあ、3000しか援軍来なかった、まあ、これはまあ大局観の違いということもあったんでしょうけども、高天神城の場合は来るには来たけれども、来た時にはもう全て終わって後だったと思うんですね。こういう状況の中で家康に危機が、3度目の危機が参ります。そして彼は三谷信長に援軍要請をするわけですね。さあ信長は今度はどう動くのか、いよいよ皆さん今日のその時がやってまいります。天正3年4月、武田勝頼が1万5000の兵を引き、再び徳川の領内に侵攻します。勝頼の標的は、三河の長篠城でした。長篠城は、信州から三河への入り口に位置する城で、ここを落とされれば、武田軍が三河に自由に侵入することになり、家康は何としてもこの城を守る必要がありました。
家康は長篠城を奥平貞政に守らせていました。貞政はもともと武田の家臣で、家康の説得に応じて徳川方についた武将でした。この時、貞政の裏切りに怒った武田勝頼は、人質に取っていた貞政の一族を貼り付けの刑に処しました。貞政の言い名付け16歳のおふう、さらに弟やおじまでが命を奪われました。徳川方についたことで肉親を武田に殺された貞政、その貞政ならば決して裏切ることはない。家康は軍事上の要、長篠城の守りを貞政に託したのです。天正3年5月長篠城へ武田軍1万5千が襲いかかりました。この時長篠城を守る軍勢はわずか500。しかも家康の本拠地浜松城にいた手勢も5千に過ぎませんでした。この劣勢に家康は三度信長に援軍要請の使者を送ります。5月10日、信長のもとに使者が到着しました。この時すでに信長は鉄砲や兵糧などを集め兵力も整えていました。あらかじめ武田と戦えるように準備を進めていたのです。家康からの援軍要請を受けて信長は軍議を開きます。ところがこの席で織田方の家臣たちは消極的な発言を繰り返します。こたびの戦は家康殿の敗北は明らか、ご出馬はご無用。今一人の家臣は反対します。このまま援軍を出さなければ家康殿は武田に寝返るやもしれぬ、たとえ負け戦となっても今はご出馬を。援軍を出しても家康は負ける、あるいは家康は寝返るかもしれない。家臣たちの弱気な発言に信長は一言こう言ったと伝えられています。面白きつもりかな、妙なことを言う奴らだ。この頃長篠城では奥平貞政がわずか500人の手勢で必死の防戦を続けていました。しかし兵たちは次々と討ち死にし、兵糧も底をつきかけていました。落城は時間の問題でした。長篠城危うし、再三知らせが届いても家康は動きません。家康の家臣たちは疑念の声を上げます。信長殿は本当に来るのか、徳川を見限ったのではないか、またしても間に合わないのではないか、家康は考えます。もし信長殿の援軍到着の前に長篠城が落ちれば、三河の国は武田の前に裸同然となり、家臣たちの心はこの家康から離れるであろう。この家康出陣し負け戦覚悟で武田と戦うべきか、それとも屈辱を耐え忍び武田と和議を結んで生き残る道を選ぶべきか。いや、信長殿は必ず来る。信長殿ならばきっと今この時を武田を討つ好機と見抜くはず。この家康を見捨てはすまい。天命は我らにあり、今はただ信長殿を待つのみ。天正3年5月14日、ついに三河の地に大軍団が進歩を現しました。ただ信長軍の到着です。羽柴秀吉、明智光秀、柴田勝家、信長の誇る歴戦の武将たちが結集していました。その数3万。
武田に倍する圧倒的な兵力でした。この戦にかけた信長の言葉が伝えられています。この節寝切り眼前に候。武田を根絶やしにするのは目の前である。その時、天正三年、1575年5月21日午前6時、三河、北長原の大地で、織田信長、徳川家康連合軍と武田勝頼軍が激突します。信長と家康は、三千丁とも言われる鉄砲隊を要する圧倒的な兵力で、武田の騎馬軍団を次々と倒しました。激闘8時間。長篠・設楽原の戦いは、信長と家康の大勝利に終わりました。若き家康と信長が同盟を結んでから13年の時が流れていました。二人の絆が、戦国最強を謳われた武田軍団を打ち破った瞬間でした。この後、織田信長は、徳川家康との同盟を守りながら、天下統一へと邁進していくのです。こうやってみますとね、この信長家康同盟というのは、その友情に満ち溢れた熱いものではなくて、これは言葉適当かどうか分かりませんが、これ冷徹な絆と。そうですね。確かに戦国時代にしては珍しい20年もですね、この後 それこそ信長が本能寺で殺されるまでこの同盟維持されますから、やはりこう、ビジョンといいますかね、将来像といいますか、そういったものをお互い持っていて、その目的のためにこう手をつなぐわけですから、この時信長も家康もその利害も一致したし、目的も一致していたんだということが一番大きいですよね。さて、今日のその時、これはどう歴史を動かしたんでございましょうか。そうですね、やはりこう武田をここでほぼ壊滅させた、この後武田はもう少し残りますけれども、でも信長の敵ではなくなってきたというところが一番大きいですね。ですから、この後続く信長、秀吉、家康というふうに、天下統一が進んでいく一つのこう大きな節目という意味が一つね。それとやはりもう一つは、意外と家康の国づくりの基本というか、単にこう信長の天下布武の思想とかそういったものを受け継ぐんじゃなくて、武田路線を受け継いでるっていう部分が意外と多いんですね。例えば家臣の、登用の仕方とか軍団編成、信長流じゃなくて武田流なんですよ。ですからそういった意味では家康は意外と信長に対してこう冷めた目で見てるというか、ドライに見切っていたっていう側面はありますね。だそういった意味ではね、ちょっとその後の歴史のダイナミズムみたいなものをちょっと感じます。ここはどうもありがとうございました。さあ、今日は番組の最後にですね、この織田徳川同盟のその後、それから後年家康が残した言葉、これをご紹介して終わりにしたいと思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。長篠・設楽原の戦いの4年後、家康の身に大きな不幸が降りかかりました。長男の信康と家康の正妻築山御前が、武田方に通じて謀反を企てているという噂が流れたのです。この噂に対し、信長は家康に厳しい命令を下します。信康を切腹させよ。苦悩の末、家康はこの命令に応じ、我が子信康に自害を命じました。やがて、妻築山殿も亡き者とされます。家康はこの時、こう語ったと言います。後を継がせようと思っていた信康を先立たせるのは、この上もない恥である。
信長との同盟を守ることに心を砕くあまり、家康は肉親の命まで犠牲にしたのです。天正10年6月2日、天下統一を目前にした織田信長が京都本能寺で明智光秀の謀反により命を落とします。享年49。慶長8年、1603年、豊臣秀吉の世に続き、ついに家康が江戸幕府を開きます。信長の死から21年の月日が流れていました。信長が果たし得なかった天下統一を最後に成し遂げたのは家康でした。徳川家康は、後年、次のような言葉を残しています。一には人を選ぶなり。良き人を持つときは、一切我言うに及ばず。天下を治ることは、とりわけ我が知恵を立ててはならぬことなり。人の非を、たやすく取り上げるべからず。思うほどのことを叶うは、そのうちにあり。